こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はクレドールの歴史についてお伝えしていこうと思います。他の国産ブランドとは一線を画し、また世界でもその実力が認められている超高級ドレスウォッチブランドです。クレドールの時計は過去2億円以上の価値が付けられたこともありましたし、現在も1000万円超えの時計が複数ラインナップされています。価格帯だけ見てもスイスのトップブランドに引けを取らない存在感です。しかし元はというとセイコーの一部なんですよね。実用時計メーカーから派生したブランドがなぜ世界トップクラスの高級ブランドになれたのか、それについて知ってるよという方は決して多くはないかと。そこで今回の動画ではブランドの誕生背景、そして進化のストーリーからクレドールの魅力を発見していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届け、ブランドの歴史や最新の相場情報、おすすめモデルのご紹介などチャンネルの再生リストにまとまっていますので、よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、まずはクレドールってどんなブランドというところから触れていきます。クレドールの誕生は1974年、当時セイコーが展開していた特選時計というシリーズからブランド化されて誕生しました。ブランド名の意味はフランス語で黄金の輝き。そこに込められた思いについてブランドサイトではこのように表現されています。クレドールは最高級の品質とともに人々を魅了する究極の美しさ、日本の美意識を凝縮させたデザインを目指しています。またクレストマークと呼ばれるロゴには感性、技術、技能という3つの意味が込められているとのこと。日本人の美意識で世界に通用する時計を作る、そんな意気込みが感じられますね。ここからクレドールの魅力を掘り下げるにあたり、まず復習しておかねばならないのはセイコーの歴史です。詳しくはセイコーの歴史としてまとめた動画がございますので、後ほどそちらもご覧いただければ幸いです。動画説明欄にリンク貼っておきますね。ここではクレドールの誕生までの流れを簡単におさらいしていきたいと思います。セイコーの創業は1881年、東京京橋でスタートしました。創業初期は海外からの輸入販売を行い、1892年より時計メーカーへ、1913年には腕時計の製造をスタートしています。その後関東大震災、第二次世界大戦と悲劇が続いたものの、1950年代より時計の製造を再開、1964年にはスイス以外のブランドでは初となるオリンピック公式タイマーを務めるまでに成長します。そして歴史上最もセイコーを有名にした出来事、1969年クォーツ式腕時計の発表。それまで高級品だった腕時計を日用品へと変えた大革命はクォーツショックと呼ばれ、世界の時計史において非常に重要な出来事となりました。その後1970年の大阪万博では世界初となる電波時計をお披露目し、日本ブランドの技術の高さを再び世界にアピールしました。こうして科学技術を駆使した時計作りにおいて世界のトップに立ったセイコーですが、その傍らで特選時計というシリーズを発表していたのをご存知でしょうか。18金ゴールドなどの貴金属を使用したドレスウォッチシリーズ、これが後のクレドールです。ウォッチ機時計の量産に成功し、電波時計をも生み出した技術や集団がなぜきらびやかなドレスウォッチを作ろうと思ったのか、その理由についてセイコーミュージアムに尋ねてみましたが、公式の見解としてはっきりこうというものはないとのことでした。ということでこの時代背景、つまりクォーツショックの後ですね、世界の時計ブランドがどのように考えていたのか探ってみたところ、非常に興味深い言葉を見つけました。 LVMH グループ時計部門のトップジャン・クロード・ビバー、かつてブランパンやオメガなどクォーツショック後のスイスブランドを復活させ、2000年代にはウブロ・ビッグバンを大ヒットさせた人物。このチャンネルでもたびたび紹介している現代時計界の偉人です。ビバー氏のインタビューをまとめた書籍「間違える勇気」の中で彼はこのように語っています。腕時計には時間を示す以外にも役割がある。それはステータスシンボルや感情、夢を表現する、いわば合理的ではない機能だ。そして今日そうした機能は時を告げるよりもはるかに重要になった。時を知らせる機能は結局のところ平凡で、至る所にただで存在するからだ。またこのようにも、
毎年新発明が登場するため、科学技術はおのずと時代遅れになる。科学技術とは反対に、芸術は時代遅れになることは決してない。この言葉からセイコーが特選時計シリーズを誕生させた意味が理解できるような気がします。芸術としての時計を作り、時代遅れにならない価値を作り出す。こうして誕生したのが特選時計であり、後に一つのブランドとなったクレドールなのではないでしょうか。かくして1974年にブランド化を果たしたクレドール、時代や文化を超えたアート作品として世界に通用する時計作りを開始します。クレドールのロゴに込められた3つの意味、感性、技術、技能です。世界に通用する時計作りという目的は同じでも、この3つでアプローチの仕方が異なっています。今からご紹介する作品は特に感性の部分、強く感じていただけるものかと思います。1982年ジュエリーウォッチシリーズ、貴金属製の本体にダイヤモンド宝飾を施したラグジュアリーウォッチ、最高額はなんと2億2000万円。1987年エントラータシリーズ、中世の西洋文化に日本人の繊細な感性を取り入れた作品。ロレックス、ブレゲ、バシュロン・コンスタンタンなどでも活躍する時計デザイナー、ヨルグ・イゼック氏によるデザインです。1996年メカニカル・スケルトンモデル、竹をモチーフとしたデザイン性の高い機械式時計、ムーブメントへの彫金が美しいモデルです。2005年、京縫いモデル、きらびやかな糸を用いる京都の伝統工芸を取り入れた和装ウォッチ。2014年ミニアチュールモデル、ブランド40周年を記念して作られたアニバーサリーモデル、ヨーロッパの精密画技法を使用。2015年、ハートドベール、豊かな色彩と柔らかい質感が美しいガラス工芸を用いたアートウォッチ。いかがでしょうか。さまざまな表現技法が用いられており、時代や文化を超えたアート作品として楽しめるものばかりだったかと思います。ではあとの2つ、技術と技能についてはどうか。ここもなかなか面白い。クレドールの進化は1999年以降大きく変化します。何かというと、1999年にスプリングドライブが登場したんですよね。スプリングドライブというのは機械式とクォーツ式のハイブリッド、機械式のトルクとクォーツの精度を合わせ持つセイコー独自のムーブメントです。それだけでも触れる材料が増えて独自の魅力を追求できる状態でしたが、そこに追加してなんと優秀な人員まで確保。スプリングドライブの開発チームのうち数人がクレドールのために新たなチームを結成したんです。彼らはマイクロアーティスト工房と名乗り、2000年以降クレドールの進化に大きく貢献していくこととなります。マイクロアーティスト工房がクレドールに対して最初に行ったことは、金属素材の仕上げの強化でした。仕上げというのは時計のケースなど金属素材の角をカットしたり丸くしたり、また表面を磨いたりすることで素材の美しさを引き出す作業のことです。純粋に時計としての美しさを追求するなら、スイスウォッチのような丁寧な仕上げが必要不可欠になると、そう考えたわけです。そこでマイクロアーティスト工房のチーム員たちは時計の本場スイス重慶国へ。独立時計師フィリップ・デュフォーの工房を訪ね、仕上げの腕を磨いていきます。フィリップ・デュフォーという人物、 NHK のドキュメンタリー番組でも取り上げられたことがあるので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。彼の仕上げの腕は時計を見ていただければわかりやすいかと。見えない部分まで非常に丁寧に手作業による仕上げが施されています。マイクロアーティスト工房はこの技術こそクレドールに必要なものと考えたんですね。現在のクレドールの時計からもこの時スイスで得た技術が反映され続けています。仕上げの技術を手に入れたマイクロアーティスト工房、次に取り組んだのはオリジナルムーブメントの開発でした。当時セイコーの社内では複雑機構に触れたことがある時計技師が減っており、技能の衰退を危惧しての挑戦という意味もあったようです。そのためクレドールとして挑んだのは、複雑機構の中でも特に難しいとされるソヌリという機構。ボタンを操作すると現時刻の時数分鐘が鳴るという仕組みの時計を作ることでした。設計者の一人であるモテキ・マサトシ氏によると、当時はソヌリの仕組みすらわからなかったとのこと。セイコーミュージアムの図書館に通い詰めるなどしてアイデアをまとめていったそうです。
そうして誕生したのがこちらの時計、クレドールスプリングドライブソヌリ。2006年スイスの時計見本市バーゼルワールドにて発表されたこの作品、これまで世界のどこにもなかった時計として注目を集め、この作品以降マイクロアーティスト工房は世界的な時計師チームとして広く知られるようになりました。仕上げの師であるフィリップ・デュフォー氏はスプリングドライブソヌリの芸術性を高く評価し、当時のクロノスのインタビューでこのように述べています。世界で認められる作品なのになぜ日本でしか買えないんだと。そしてこれ以降もクレドールの複雑機構への挑戦は続き、2011年には三大複雑機構の一つミニッツリピーターの開発にも成功しています。といったところでクレドールの歴史見てきました。自ら起こしたクォーツショックという一大ムーブメント、その後の時代腕時計に求められていることをいち早く察知し、感性、技術、技能という3つの柱で世界的なブランドとなったクレドール。セイコー本体やグランドセイコーとは異なる形でスイスウォッチと肩を並べることができる偉大な存在なのではないでしょうか。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。